さん、はい、カフェマロンからお届け、札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております、札幌ジーンズ館です。私、案内人の福津京子です。そして今日のゲストは気候の先生です、中澤聡さんです。中澤です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、西区8軒4条東5丁目にありますカフェマロンさんからお届けいたします。はい、こちらはよく使われるんですか？はい、僕自身もですね、ここでいろいろセッションさせてもらったり遊びに来たりさせてもらってます。はい、マスターも面白い方なのでまた回を変えましてね、ご紹介していきたいと思いますが、はい、カフェマロンからお届けいたします。はい、さあ、今日はですね、中澤先生にですね、はい、気の話を伺っていくんですけど、はい、いわゆるその、気の先生になるまでの中澤先生のそのご紹介というふうな思ってるんですけどね、はい、気候ってどういうものかと、私も以前やっていただいたことあるんですけど、体にこう背中の方からこう手をかざしてね、中澤さんにこう手をかざしていただくと、背中に本当にざわ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 というこうなんか感じるんですよ。中澤だけにね、中澤だけに、はいはい、中澤ざわざわと、出てくるんです、あれが気候なんですかね。あれが気だと思いますね、感覚としてはね。はい、血流をこう良くしていくみたいな、血流も良くなるでしょうし、はい、体の中の動きが全部動くんですよ。何もかも、要するに毛穴も動くし、汗もぶわっと動いていくし、はい、水分も動くし、血液も動くしだと思います。はいはい、一度ちょっとやってみるといいですよ。やってみるといいですよ。はい、頭この辺から入って足に抜けていくみたいな感覚でしたっけ。そうです、そうですね。それをね、本当感じることができますので、はい、一度ご体験を、おすすめしたいと思いますけれども。ぜひお待ちしております。それでは今日の3つのキーワードをご紹介いたします。こちらです。とにかく体が弱かった、今でも理由がわからない臨死体験、緩めることの大切さ。今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はいはい、どうもですね、後ほど出てくるもう体育会バリバリの中澤先生なんですけど、そうなんです、意外にも子どもの頃はとっても体が弱かった。弱かったんですね。白衣が好きだってわけじゃないんですけどね、看護師さんずっと今だとそっちを想像しますけどね。今そっちですね。子供の頃からとにかく病弱で、はい、毎週毎週入院をしてました。で、ね、呼吸器系がやっぱり弱かったみたいですよね。昔で言う100日咳っていうのは今で何て言うんですかね、咳ばっかり出たような記憶がありますね。小学校ぐらいまで本当にしょっちゅう入院を繰り返すような、はい、そのおかげでなかなかこう友達も少ないというか、はい、友達少ないし、はい、すごく消極的でした。人見知りしちゃってね、ひどかったのは学校で教科書読めって言われるでしょ、読めないんですよ、恥ずかしくて。恥ずかしくて、はい、文学少年だったんですよね。黙読はできるんだけど音読はできないという。でも入退院繰り返して小学生ぐらいだとそうなっちゃいますよね。そうですね。お友達よりも看護婦さんのお友達の方が多かったらしいです。はい、お友達ですね。そうです、そうです、はい、ね、病院用事がなくても行っちゃうぐらいの、行っちゃうぐらいです。本当に優しくしてくれたのでね、今でも名残が抜けませんけれどもね。はい、中学校ぐらいになるとどうなんですか？中学ぐらいになるとですね、はい、体的には小学校の頃の、注射とか薬の抗生物質の影響でしょうかね、髪の毛がこう白くなっちゃってね、白髪がとても多くなりまして、薬の影響で、はい、でそれ抜いてくれって抜いてもらうとですね、この辺にこうこんもりこうなっちゃうんですよ。でこれはキリがないからということで、ね、はい、そんな風な弱いというか、中学ぐらいになると少しは体も動いてきたんですね。ただ当時その運動っていうことはできなかったので、夢中になったのは、グループサウンズ、はいはい、音楽に夢中になった。音楽に夢中になりましてね、バンド作ろうとか作る前とかいう話がありまして、うん、友達同士でね、その友達の、お金持ちの友達のガレージの中で、こう段ボール箱の裏側にねガムテープを貼って、そこをこうスティックでドラム代わりにしながら、青春ですね。青春ですよ。青春の始まりですよね。そんなことしてましたね。今でも本当に音楽がお好きな中澤さんですけどね。はい、音楽好きです。この病弱だった少年が高校生になって、はい、なぜか一変するんですよね。そうなんです。ある時ですね、高校に入った時に実は
今までの中学のような人見知りだったり教科書を読めなかったりっていうのはまずいと思ってですね、うんうんうん、これは変わろうと思ったんですよ。それで、ある授業の時に目をつぶって手を挙げたんです、はい、刺されましてねこれは手挙げてそう、はい、なんか言わなきゃいけない、はい、でなんかうんって言ったことがたまたま合ってたんですね、うん、それから僕は手を挙げる積極的な子に見られて、なんかきっかけがね、答えられる頭のいい子に見られて、はい、いっぺんにガラッと変わりましたそれからいろんな子が話しかけてくれるようになって、うんうん、だいぶ積極的にはなってきました ね遅咲きですね。遅咲きです。高校生になってやっとね、はい、まださ、あの途中ですけど、ね、途中ですけれども、はい、でも体力的にもどんどんついてきたんだそうでね。これは不思議なことでね、今までのこの、うん、全然運動してなかったっていうのを感じさせないようなそんな感じでどんどん運動もできてきたし、はい、もともと天性のものがあったのかもしれませんけどもねあのそういうふうに運動何もやってないのにもうバスケのチームに入って、はい、もう本当にぐんぐんと力をつけていくの。そうなんです。もともと才能がおありだったから、もともとあったのがうずまれたんです ね、はい、ね、そこで掘り出されたような感じだと思いますよね。はい、はい、うん、もうどれだけ体育が、まあ、運動が好きになったのかというのは、そっちの大学に進もうと思うぐらい。そうなんです、はい、あの何が好きかって運動が大好きになりましてね、体育の学校へ行こうなんていうことを考えるようになったんですよ、はい、それでそれほど健康になって、受験勉強もして、体力落ちちゃいけないからといって、その毎朝ランニングをしたりしてね、トレーニングをして受験しましたね、はい、懐かしいです。高校の時まではバスケでしたけど、はい、大学では何をされたんですか。大学に入って、まあ、当然この身長、まあ、165、6しかないんですけど、バスケットボールなんか通用するわけがない。ちょっとね、大きい人ばっかりですから。そう、うん、でこの、あの身長なんでアスリートにっていうことは考えなかったんで、指導者を目指そうと思いましてね。なるほど、はい、でいろいろ部活を見て回ったんですけど、うんうん、今でいう新体操ですか、うん、あそこを見た時にとてもバランスということとか、はい、体のボディコントロールとかね、そういうことをすごく中心に置いているところだったんですよ。だからこれをやってみようかということになりまして、はい、4年間それをやりました、やっぱりこう、あの、なんですか、体のこうバランスを整えるとかそういうことっていうのが自分の、あ、これが面白いなとこう興味を最初から持ったんですね。持ったんです ね、あのたまたまその大学に行って担任というのがいましてね、これは心理学の教授でして、もうなんか本当に画冊を絵に描いたような力の抜けた人なんですけど髪とかボサボサ、はい、髪ボサボサ、武将髭、白衣ヨレヨレもうこんなね漫画に出てきそうな人なんですけど、おかげさまでその方の研究室に、ま、毎日のように行ってまして、それ勉強ではない心理学っていうのをすごく教わったんですよ。でそれと同時にその体操でバランスっていうのを、はい、このバランスも力の入るバランスじゃなくて力が抜けるバランスっていうのがね、とても大事だなってことが分かりましたね。力が抜けるバランス、はい、目をつぶって、はい、両手を横に上げてごらんって言われるんですね、うんうんうん、まっすぐ横に上がる人少ないんですよ。あ、そういうのを何回も何回もやっていくにつれて、黙っててもふっと上がるようになっちゃう。でそれを感覚的に身につけていくというね、うんうんうん、それはまあ力が抜けた感じかなっていう気がしますね。今では普通に使われる言葉ですけど、うん、例えばメンタルトレーニングって言葉がありますね、はい、メンタルっていうのもやっぱりこう鍛えると、訓練するとこうどんどんこうコントロールできるようになるんですかね。なりますね。あのメンタルっていうのは自分の心の癖、思いの癖ですから、うんうんうん、癖はちょっと考え方とか見方を変えてやれば癖を直すことができますよね、はい、うん、スポーツ選手でもすごくそのメンタル面を鍛えて成績をどんどん伸ばされている方多いですもんね、うん、そうですね。その、 あの教授もね、うん、オリンピック選手をあのどんどん育てていたんですけど、はい、そう有名な先生だったんですよ。そう有名だったの、ね、もうそうは見えなかったんですけどね、はい、あの一番のその先生のヒットがですね、とにかく試合直前にトイレに行けと、で緊張を全部出しちゃえと、緊張が全部出ていくってイメージしてトイレしてきなさい。はあ。それで10点満点を出したりするんです、ボーリングのプロボーラーでは300点が出たりするんですね、そういう先生だったです。あ、緊張と一緒に出るもんですね、はい、そうなんだ。今度そうしてみてくださいちょっとお試しいただきたいと思いますけれども、ね、はい、大学時代にそういった先生との出会いというのも、その後にこうつながっていくんですよね。そうなんですね、僕がその体が弱かったこともあって、自信が全然なかったり、できるはずのものができなかったりしたんだけど、それでいいんだという、とにかく緩んで緩んでというのをその先生から教わりましてね、はい、気持ちを緩めること、体を
緩めることがパフォーマンスを上げていくということを教わりましたね、はい、すごく今でも生きてます、はい、無事学校を卒業されましてね、今度は高校の先生でしたっけ。そうですね、はい、高校の先生になるんですよ、はい、なりますよ、なりますよ、はい、じゃあ2つ目のキーワードです、はい、